你好。Bonjour, one family です。今日はフランス学校でこれを僕が全部やりました。はい、ということで今の広州のフランス学校に通っているんですが、フランス学校の幼稚園。ここで作った作品を紹介したいと思います。基本はフランス語なんですけど、これってさ、中国語のやつも入ってる？入ってないかな？まあ、いろんな工作をしたり、本を読んで、それを、なんかそれを模したものを作ったり、みたいなものをやっているので、それを紹介していきます。はい、じゃあまずそれは？これは、私は。これどうやって作ったんだ？綿棒でね、綿棒のところに絵の具をつけてポンポンポンって、ああ、綿棒で作ったんだね。これはここの丸のところをハサミで切って、これこっちに貼ったってことだよね。魚？ポッソン？ポッソン、ポッソン。で、これ、これは？あ、こんな機械、こうなってからこれが増えてから、ちょっと大きくなってからどんどんこうなってお花になる。なるほど。これはあれだね、あの種から芽が出てお花になる、そういう説明。そうだね、の順番に貼ったんだね。そう、学校でやったんだよね、種とか植物の、うん、ではこれ、これもね、その前学校行った時に飾ってあったよね。そうだよ、最初はね、こうやってやつを書いて、こういうなんかこれを、絵の具？絵の具？これ絵の具とペンと絵の具、これでペン。なるほどね。これはどういう絵の具？わかんないけど、なんかマスクって言って、あ、マスクね、あ、マスクって言ってた、マスク、確かに、なんかどっかの部族のマスクみたいな。すごい。次、これは？これはね、なんか普通にこうやってこれちゃうって思う。ああ、絵の具でね。結構細かいところ、結構大変だよね、一つ一つの。雪の結晶の？うん、雪の結晶。そうだね。まんちょー。これは？まんちょー。ふぃーなんか食べてるの？お口の中？これは、うん、お口の中。もう一個は、次はバイキン、バイキン、虫歯面白いね。これは後ろで貼ってるんだね。そうだよ、ほら、あ、見える。なるほど、これもいいね。これも先生がこういう風に書いてくださいって言ってたの。こっちにかな、見本があるのかな、こういうの書くときって。なんかね、最初絵の具の色を塗って、絵の具で、それでくるくるを描いた、なるほどね。結構おしゃれだな。これはケスクセ、ドランク、ドランクの名前の最初だから絵貼って書いてあるの。あー、なるほど。だから、これはじゃあみんなお友達の名前のアルファベットをみんな書いてたの？違う、先生がやってた。あ、先生が作ってくれてた。次、これかな？これは何？これはこうやって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 ってやる。ああ、なるほどね。黄色いアヒル。これ何？猫？紫の猫。紫の猫、紫の猫、黄色いアヒルって言って、こう順番に、うん、決まった順番に並べるって。そう。あ、なるほどね。こういうのもやってるのか。これはリオン。リオン。リオン、こうやって書いてください。これは絵本を読んだの、みんなで。リオンの絵本。違うの？なんかリオン、すごい緑でちょっと病気の顔みたいに見えるんだけど、なんかそうやって書いてくださいって言われたの。なるほどね、なるほどね。なんで？わ
結構ちゃんとインストラクションがちゃんとされてるわけですね。あ、これフランス語だね。この中で読めるフランス語どれ？パピヨン。パピヨン。エスキャフ。エスキャフ。もう一回言ってみて。エスキャフ。おお、なるほど。おお。そうだね。エアの発音がね。エス。エス、そうだよ。キャ。キャ。フ。フ。おお。これなんだろうな。ちょっとママはフランス語あんまり読めないので、アブイルアブイアブ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 ってね、あの蜂だよ。あー、蜂か。確かに蜂だ。これはアリさん。フォーミフォーミ。あー、フォーミフォーミ。コーシネル。コクシネル。あ、コクシネル。シェニル。え、スヒ。スヒじゃないな、それネズミだ。シュニル。シュニ、シュニ。あ、シュニ。シュニ。シュニ。なるほど、すごい。なんか全部をつなげることとかいう。すごい。これがリオン、え？エレフェン。エレフェン。エレフォン。エレフォン。エレフォン。これね、切ってね。ああ、切ったやつね。あ、これアルファベットもやってるんだね。アルファベット。あ、今さっきのやだ。パピヨン。アブイル。アブ。アブ。リ？ブ？リ？わからない。フォーム。フォーミ。あ、フォーミ。フォーミ。フォーミなんだったっけ？フォーミ。フォーミは、アリ？あ、アリアリ。アリだ。アリだ、アリだ。あ、次は、ペアンダ。ポンダ？歩くものを、あり、足でもなくない。あー、なるほどね。動き、動きっていうか動き、動きだね。ポインって乗ってるやつと上りやつとスネークとかブインブインブインっていう感じのやつとポインって飛ぶやつがある。あー、確かに確かに。なるほど。だから、リオン、リオンでは、リオン、え、もっとこの色がある。あ、いろんな色がある。セコ、ちょっと、なんかこういう、こういう色の順番がありますよって書いてあった。そういう説明があった。あ、そういうことか。これラパンだね。うん、かわいくないだった。かわいくないこれもラパンだ。うん、ここね、ポンポンプッツプッツって言って、ほら、あ、あ、本当だ本当だ、気づかなかった。え、これは何でやったの？なんかね、一個ずつここ針で刺し、針みたいなのを刺したんだ。なんかこういう黒い線になぞってポポポンってやったの。これはね、光でね、暗いところに光で出したらね、影にね、影にね、うさぎが映るようになる。え、そうなの？そう。じゃあここの、あ、ちょっと光を、そう、おお、そうなんだ。そういうことだよ。なるほど。そういう、次はね、こういう、こうやって書いてあるやつをね、これをね、なぞってやるやつ。あ、これがね、書いてあったらね、それをね、それをね、丸をしてね、それでね、こういうやつを作るっていうやつ。なるほど。なるほど、なるほど。合ってる、合ってる。この中でグレン、グレンってなんだっけ？グレンってね、あのね、種。あ、種ね。ハシーン。ハシーン。ハシーンって、この中にあるはず。あ、これ？あ、これだ。ハシーン。あー、根っこか。根っこ。じゃあ、これとこれ。
うんうん、なるほど。じゃ次ティーグ、ティーグ、ティッシュ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 、なんだろうこれ、茎ね、は、うん、葉っぱ、葉っぱ、葉っぱね。次はペッタル、ペッタルって何、ペッタルってお花のこれ、あ、花びら、花びら、あ、ペッタル。次はね、ソレイユ、ソレイユはわかる、ソレイユ、ソレイユはなんだっけ、ソレイユって紙レイじゃなくて、うん、お日様、そうだね、フルーフ、フルーフ、お花、ボン、うん、お花ってフルーフ、あ、フルーフ、フルーフ、うん、で、ボン、ボンは、うん、ボン、うん、セボン、いや、セボンのボンじゃない、ボン、ボン、うん、わかんない、うん、これは何だろう、わからない、わからないです。あ、グレンヌだ、たくさんのグレンヌ、たくさんのグレンヌがあるから、そこを、うん、なりますグレンヌじゃない単語もいっぱい書いてあって、その中から小文字と大文字のグレンヌを探すってことね、うん、ボンは風という意味だ、意味でした。気持ち悪い。どれどれ。これ気持ち悪い。なんだこれ。これも先生が書いてくださいって言ったの？うん、そうやって言われたな。そうなんだね。バッテン。これは？手でこうして。そういうことか。手でこうしてこうしてこうして。あ、指でやったんだ。こうして。ちょっと上から手もう一回やってみて。こっち、なるほどなるほど、でもこれ普通に鶏の形に見えるね、こうしてで手ね、こうしてこうして、あ、自分で書いたんだね、こうして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 、こうした、なるほど。次フランス語じゃなくて中国語出てきた、ちょっと順番がバラバラだけど、これなんだろう、トマト、シーホンシー、シーホンシー知ってる？知ってるよ、トマト、ああ、ちょっと発音は全然合ってないと思うんだけど、今のでもさっきやってたね、グヘン、グヘン、あのね、こういうやつプチュって出てきたら、こういう風になって、うん、こうなってから、こうなってからフラワーがこうなって咲いて、うん、咲くんだよ。なるほどね。そういうふう。そうだった、学校からあのグヘンヌが持って帰ってきたもんね。そういえばこの前忘れてた。あ、これちょ中国語。これジャックと豆の木の話じゃない？ジャック、ジャックのお母さんがめちゃくちゃいいものをジャックから頼んで、で、なんか。こういうやつがあったから、おじいさんからもらっ、ジャックがおじいさんからもらったやつをママにあげて、ママが捨てて、で、その後にママが捨てた種がめちゃくちゃ大きかったから、その上にジャックが登って、で、それで、なんか、目の向きのものを、全部もらったんです、それでそれでマネモキのマネモキのやつの持ち物を、お家にジャックのお家に持って行ってママにあげて、でジャックたちが喜んだ。ああ、そうだね、そういう話、そういう話だ。これなんか豆、魔の豆、あの豆、おじいさんからもらった豆、あ、おじいさんからもらった豆ね、なるほど。ちょっともうこれは中国語で読めません、すいません。これはレインボーですね、うん、これは何で書いたの？これはね、なんかね、こういう、そういうね、やつがね、学校に、フランス学校にね、ポンポンポンっていう、赤ちゃんの足が
あるからね、うん、それをね書いて。そうだったんだ。それで書いた。全部この丸が面白いね。うん、お、何これ？これね、フォークでね。フォーク？フォークでこした。あ、クマなんだこれ。うん。クマをフォークでどんどんしたの。うん、じゃあ。これは、あ、これ何のお話？クマちゃんが。わかんないけど、これわかんない。あ、わかんないか。これさ、一個一個切って、で順番に自分で並べたんだね。そう。これ3、そうやってくださいって言われて。うん、そういうことね。3匹のクマの話だね。大きいお父さんのクマと、中くらいのお母さんと、ちっちゃい赤ちゃんのクマ。そのクマのお家の中に女の子が入ってきて、あ、今寝てるね、ここに女の子が。寝てる。みんな見てる。これ英語でやったやつ？英語の時間にミスニータと一緒にやったやつ？うん。あ、違う？ん？忘れた？わかんないけど、フランス語の時。あ、フランス語の時か。赤ちゃん。これは今さっきのパズルかな？うん。あ、これも動物、フランス語の動物。読めるかな？これは？ゼブラ。ゼブラ？ゼブラ。ゼブラ。エリフ。ライオン。リオン。スネークじゃなくて。そう、スーポン。スーポン。あ、スーポン。最後は。お猿ってどうやって言うの？サンク。サン。シン。シ。シニュー。わからない。もうママもわかりません。ごめんなさいみんな。ごめんなさいみんな。シールでこれ準備。ああ、そうかそうか。シールが、の丸シールがあのね、時間がなくてこれ塗れなかった。塗れなかった。あ、なにこれなにこれ。同じ数字をね、なんかシールで塗る。ああ、なるほど。あ、3にしちゃった。本当だ、間違えてるね。私何個？3個。言われなかったんだね、その時に。うん、これもだ。これ良かったのに、なんか全然なんか。コンビアンデスが。ちょっと赤ちゃんこっち。よいしょ。フランス語で、フランス語の人がやる。あ、ベリーハングリーキャタピラー、あの腹ペカオムシだ。うん。あのね。うん。あ、これ英語だね。うん。これはね、あのミスニータ。うん、時にやった。うん、なるほどなるほど。あ、これ中国の、中国のこれなんて言うんだっけ。中国の花バラ。ん？中国の花バラ。ランタンじゃなくてなんだっけ。なんかね、なんかね、あのね、暗い時のね、あのお祭りの時のところにね、あの赤くなるやつ。そうだよね。名前ちょっと忘れしちゃって。この模様がすごい、いろんな模様描いてて上手だね。これも見本があったの？自分で考えたの？見本があった。あ、見本があったんだね。すごい。なんかね、善逸みたいだ。これ善逸。本当だ本当だ。なんか模様と色が善逸だね。善逸に行っちゃった。なんかアーニャの、アーニャの友達みたい。アーニャの友達、あ、本当だ、アーニャの友達みたい。これはちょっと何なのか全くわからない。これ結構いい。なんかおもちゃで濃い、おもちゃのところにね、絵の具をつけてポンポンポンってやって。あ、なるほど。なんかすごいよね。じゃあなんか物で、物に絵の具をつけて、スタンプみたいにして作った。そう。これは、今さっきの、3匹のクマのお家の話だ。大きいお父さん、中くらいのお母さん、小さい子供並べたんだね。こうやってキラキラ、キラキラの鳥、キラキラの鳥。
あ、ラメを、ラメを上からかけたの？キラキラを上からかけた。うん、なるほど。キラ、すごい綺麗。うん、綺麗だね。おお、光に反射して。シュワナシュワシュ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 。これは、あ、形か。うん。雪だるまにする。あ、なるほどね。この下の体の形と同じものを、あの、貼ってねってことか。下。なるほど。上手にできてますね。なにこれ、ハロウィン？ハロウィンな、あの、自分でね、考えてね、そしてくれせって言われた。へ、うん、そうなんだ。自分で考えて描いたのすごい上手。しかもいろんな青とか、なんか緑とか色も入ってて、なんかね、怖さが表現されてますね。これはね、夜しか入ってない。あー、もうなんか、あれだよ、太陽があるよ。気にしなくてもいいよ。これは普通にかっこよくしただけ。なるほどね。あ、これわかった。オレンジ、あの春節の時の、今年の寅年の虎が書いてある春節の時の木かな。あ、みかんの木かな。春節の時はなんかみかんの木がいろんなところで飾られるんですよね。その時のやつだった。次、これはなんか不思議な感じですけど、どうやって書いたんですか？なんかくるくるって書いたらこんなにもなった。あ、そうなんだ。見て、すごい、なんか上手な、あ、なんかこのにじ、にじんだ感じというか。見て、すごい。これは絵の具たんの筆でやったの？うん、なんかね、なんかね、みんなの、みんなにね、つけられた、ね、色でこんなになった。へー、水すごい色になった。お水をいっぱいつけて描いたのかな。これね、これはね、水をいっぱいつけてやりました。そういうことですね。次はフルー、ピザフルーさ一枚一枚模様が違うんだね。さ、これは自分で考えたの？先生がこう言ってくれちゃってた。ああ、そうなんだ。なんか一時期お家をたくさん描いてたもんね。その時のやつかな。うん、これ畑。あ、畑ね。うん、なるほど。そしてすごく可愛くて上手な豚ちゃん。これイノシシごめん、イノシシごめんね。イノシシがお家に帰ってる。あ、これ中国っぽいね。すごい上手だ。これね、あのね、ドランくん。帽子の模様と、あの、お洋服の模様がすごく上手。これがドランくん。ドランくん、すごくいいじゃない。これ自分。自分ね。なるほど、ね。でき足がない。足ない、ね。生まれた時。これもいいね。うん。木がめちゃくちゃある。うん。ぐるぐるのお花すごいね。普通はさ、こっちが色がいろんな色なんだけど、こっちの茎と葉っぱの方がいろんな色になってるね。すごい綺麗。うん、またグレン。これは、うん、あ、種はどれ、種じゃないのはどれで、グループ分けした、仲間分けしたんだね。こっちが種、こっちはなんか違う、なんだ、石とか違う、種ビーズとか。うん、こういうこともやってるんだ。なるほど。よし、じゃあこれが最後かな。さあ、これはなんかみんなが最初はおばあちゃんがおじいちゃんに、うん、作らせてあげたんだけど、うん、ぐるぐるってどっかに行っちゃった。これは何ですか、これ。ラパン。あ、ラパン。これがラパンね。これがラパン、ね、うん、これは何これ。ギャット。ギャット、ギャット。ギャット。ギャレギャレット。ギャレット。うん。あ、ギャレットって言った。そうそう。これね、歌がなるね。あのね、美味しいパン。あ、そうなの？歌があるの？
歌が流れるね。あの美味しいパン。ああそういうことね。ギャレットって。うん。ギャレットはさ、あの1月にギャレットの中にちっちゃいフェーブが入ってて、それを食べるっていうのやったじゃん。うん。そのね中のやつが、そういうね中のやつが美味しくなかった。あ、そうかそうか。なんかアーモンドギャレットみたいな。あ。待って待って、アーモンドが、まずこれ多分これが表紙で、ルーホールギャレットギャレット回る、うん、回るギャレット、回るギャレットっていう絵本があるんだよね。でそれを読んでもらって、その話をここに自分で作ったんだよね。これは何、この豚ちゃん、そうやって返してくださいって言われた。え、この豚ちゃんはさ、ギャレット、え、ちょっと待って、これギャレットの話にくっついてない、また別、これまた別、あ、そういうことね。これは全然あのギャル、ホールギャレットと関係ない豚ちゃんでした。これだけか、引っかかっちゃった、そういうこと。じゃあ最初から見てみよう。先生がそれした。最初にお家の中にギャレットがあって、で、おばあちゃんがおじいちゃんにあげたんだけど、うん、コロコロっておじいちゃんが捨てたん。捨てたの？おじいちゃんが落としちゃったの？おじいちゃんがそのまま欲しくなかったから捨てたんじゃない？そうでしょ。そして最初にうさぎが、これはさ、食べるの？食べるんじゃなくて追いかけるんだよ。あ、追いかけた。でもどん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 回って、どんどん行っちゃうから追いつかないの。で、次の動物になるんだ。これはルー。あと、狼。ルーの次はわかんないけど、クマもままわかんない。で、最後これ。ヘナイ。ホナ。ホナは食べるの？これ最後。うん。あー、そうなんだ。ほら、だからほら。あ、ほんとだ。あ、そっかさ、これも自分で塗ってたんだ。そうじゃよ。そうだったね。あ、そういうことか。なるほど。はい。ということで、フランス学校でやった。これ多分半年分ぐらいあるかな、やったの。なんか毎日お家に持って帰ってくるやつもあるけど、今回はなんかまとめて一気に作品を持って帰ってきましたね。先生ドランクの持ち物が多いすぎてね、先生が全部入れたん。そうだね、そうだと思う。フランス学校の作品の中でどれが一番好き？ママ、これね、知ってた。ん？水をね、全部でこうしたんだよ。あ、そうなの？そうだよ。んー、ちょっと見たら薄いじゃん。確かに。だから水つけた。水つけたからこんな光になった。そういうことか。すごい。フランス学校の作品というか、あの工作とか DIY で何が好き？ロラン君は。工作のどんなのが好き？一番絵を描くの、うん、絵を描くの好きだよね。なんかね、緑描いたのか、このどうなると、ね。ということで、フランス学校の幼稚園の作品の紹介でした。また見てね。バイバーイ。